やべえ、結局雪見のキャンプで一晩明かしちゃったよ。じゃあ雪見、俺もう行くから。一人でキャンプしていた不思議と自分と向き合えるんですよね。話しかけてもやたら反応しないと思ったら、俺いないことにされてたの。嫌われてんじゃん俺、拒否ったから。さて、シャワー浴びてきたわ。そう、今日ね、バレンタインじゃん。ってことはさ、結構チョコもらえてんじゃない？全員多分くれてるよな、さすがにチョコはな。おお、ちょっと待って、あ、結構来てるぞ。エソスさん、ハッピーバレンタイン。エソスさん、日頃の感謝を込めてハートのバラブーケをプレゼントします。これからもどうぞよろしくお願いしますね。あ、気づくれんだ、さすがだな、あいつは。まあギリだろうな、ギリのハートのバラブーケをもらってしまった。ああ、俺はありがたいね。便所の神様、あたいのハートに秘めた気持ちをチョコレートのトッピングしてお届けしちゃいます。いつも長くしてくれてサンキュー。これからも応援よろしくね、センタータンタンより。悪いけど、在林島の動画でセンター張ったことほぼないぞ、タンタンは。で、あ、ピースね。挑戦状、要建築士。今日はバレンタインってことで、最高のライバルにチョコレートを叩きつけて勝負を挑むぞ。ってことで、こいつを受け取ったらオイラと尋常に勝負だ。あ、ルールはそっちで決めてくれ。どんな勝負も勝つ、ピース。なり口が不幸の手紙じゃねえかよお前これ。ただこいつも分かってんな、ちゃんとチョコを渡してくるっていうところは。まあ素直じゃねえけど、まあ、ありがたくいただいとこう。ありがとう、便所の神様。バレンタインおめでとうございます。バレンタインデーといえばカードとプレゼントですよね。もちろん私がプレゼントを贈りたいのは大好きなあなたです。私の気持ち受け取ってちょうだいね。ちょっと大胆なタコリーナより。おい、タコもあいつも分かっとんの。ああ、じゃあなんだかんだ愛されてんな。ありがとうございます。ディアエソ、今日はバレンタインデーね。大切な人に気持ちを伝えるってとっても素敵なことだわ。私はあなたにありがとうの気持ちを伝えたいから、このプレゼントを受け取ってちょうだい。これからもよろしくね、ビアンカより。なんか絶妙に素敵なことだとか、素敵っていうワード入れねえと気が済まねえがんな、こいつは。うん、でもありがとうな、素敵なチョコレート。おお、わかっとんの。優しいエソへ、いつも仲良くしてくれてありがとう。年に一度のバレンタインデーだから、私からお礼の気持ちを込めてプレゼントを送るわね。これからもあなたを頼ってしまうかもしれないけど、その時はよろしく。あなたの友達、フランソワ。おー、律儀じゃねえの、フランソワも。あー、こいつもなんだかんだ言って、エソちゃんを信頼してるってことだな。あー、ありがとうよ。そして、大鳥か、お前が。盛り上がってるか、エソさ。マブダチのお前に感謝を込めて、このチョコレートを送るぞ。オイラの気合でちょっと溶けてるかもしれないけど、気にすんないよ。またチョコがドロドロ溶けるくらい熱い勝負しような。熱血男ハムカツ。絶対ラードじゃん、油だろこれ。あー、まあちょっとなんかすげえまずそうだけど、まああげとっか。うん、まあありがとうよ。タンタンとかピースとかハムカツはまあチョコレートで、他のやつらはバラブーケをくれたと。あー、分かってんの、あいつ。あれ、在任島ってこんな住民少なかったっけ。おいおいおい、また1、2、3、4、5、6、あれ、チーフ、カックン、フクコ、てっちゃん、はぁ、あいつら舐めてんな、てめえこの野郎、俺を怒らせたな。俺、チョコ渡しねえやついるか。てっちゃん見に行け、てめえにはこれをやろう、お土産チョコレートだ。おらさっさとけ、おら、いけ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 、ああ、チョコをくれない者には死を。ファック。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コーラでした。またね。